い、こんにちは、ビッグボーイと。はい、こんにちは、のひです。では、ペイデイ2、待っていっていきます。前回からちょっとね、結構レベルも上げたり、武器も買ったり、お金も貯めたり、まあ、いろいろしたんだけど。そうだね。で、まあ、結構ね、武器もね、僕は結構潤ってきて、今、まあ、普通の AR に、セカンダリで、のひくんがかなり押してきた、この、ショットガン。ストリート、スイーパーショットガンに、あとなんか、それに改造で HE ラウンドっていう強力なものをつけてると。これをつけると、まあ、ね、今回やるのは、まあ、結構高難易度のベリーハードということで、はい、盾持ちの敵が多く出てくるんですが、まあ、それの対処にちょっと、一役買ってくれる素晴らしい銃でございます。はい。その盾持ちの相手にそのショットガンがかなり有効的だと、この。そう。まあ、盾は最強なんですが、はい。それを正面からぶっ飛ばせる唯一の武器で。まあ、ちょっと前は、じゃあ、お金の運搬かなんかのやつで、後ろに回って倒した記憶があるんだけども、まあ、それをね、こう正面から倒せるとなると、なかなか楽になるんじゃないかと。さあ、じゃあ今回ステルスなしで、まあ、ドンパチやっていきたいと思います。意識しますか。今回やるのはナイトクラブ。ナイトクラブ。ベリーハード。はい、で、どんな感じかな。ちょっと今回夜、ね、ここは初めてね。いい雰囲気、ね、こんな感じでこのクラブハウスを、はい、襲撃、そう、このスーパー DJ がいると噂の、なるほど。でとりあえずナイトクラブに入れ。でも今回はね、今回警備員じゃなくてこのギャングがいるんですね。ギャング、そう。今回はこのナイトクラブで何をしようというのかね。まあ、このナイトクラブにはまあいろいろお金とか麻薬とか麻薬いろいろあるわけですよ。はい、それをもらっちゃおうと。根こそぎ、そう。まあ、それだけの簡単なミッションでございます。でも正面突破ですか、今回は。で、まあ、まあ、まあ、ステルスやるつもりじゃないので、今回は関係ないんですが、はい。このギャングは、まあ、悪いことしてるんで、通報できないんですね。通報できない。というわけで、殺しちゃえば、僕たちの勝ちでございます。あ、そうなの。まあ、さあ、どうでもいいでしょう。じゃあもうね、もう、マスクかぶって。じゃあ、お仕事始めていきますか。はい。いきます。Let's do this! はい。というわけでね、これショットガンだったし。はい。民間人は殺せない。伏せなさい。伏せなさい。みんな伏せてね。どこに何があるんだろう、ここ。で、ギャングはカードを持ってるんですが、そのカードで、まあ、はい、いろいろ、オフィスの鍵などを開けて、そこのある金庫を開けて。とりあえずちょっと中を、いろいろ見ようかな。今日はね、まだ敵も来てないし、警察が来てからが本番だね。このナイトクラブの音楽は止めれないのかね。そうだね。ここのドア勝ちやろう。アーモンはじゃあどの辺に置こうかな。アーモンは基本的にその、なんて言うんだろう、そういう場所に、その、なんて言うんだろうな、じゃあこの辺に置きますか。そのオフィスの場所などに置くんですが、金庫を開け。さあ、アサルト来ました。どうやって登ってきたの、この人たち。ボーイ、どっちにいるんだ。そんな場所にいちゃう。ボーイはこっちにいるぞ。そこはやばいぞ。本当に？いや、大丈夫。俺なら大丈夫。おちょっとここの部屋をドリルで勝ち合うので。一応ね、ギャングはね、カードを持ってて、それを拾うことで、そこをカード開けれます。嘘。ドリルで今、頑張ってるんだけど。あ、眩しい。あ、やべ。嘘。クソ、クローカー。クローカーか。そう、クローカー一人いて、あ、よっしゃ、倒した、ウェイと思ってたっけ。もう一匹いた。待って、どこだ、それ。いや、大丈夫だ。オッケー、NPC が素晴らしい。俺には NPC がいる。そっち孤立無援なんだよな。ごめんね。いて、眩しい、助けて。いて。このラッシュが終わるまで足り、あ、盾持ち。盾持ちだ、オッケー。ショットガンの出番。フライ。あ、強い。こいつは強い。テーザー。あ、やばい。テーザーだ。テーザーは基本的に、
入れて出て。あ、しかもジャムった。あ、俺の方もジャムってる。これ敵来てんのかな。待って、リロード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 。いや、ちょっと眩しい。なんかみんなフラッシュバン投げてるな、これ。まあ実はこのゲーム、フラッシュバンゲーと言われてますし、まあ、フラッシュバンゲー最高難易度になると本当に一日中、はっ、ええ、ちょっと。おい、クローカー。君、ベテランじゃなかったのか。いや、今、ジャムを直した時なんですよね。ちょっと、味方、え、誰か。ちょっと待って、味方助けてくんないんだけど。え、嘘、ちょっと待って。あ、これ、やばい、やばい、やばい。まあ、行く。あ、おっと、来た、おっと、来た。あ、やばい、クローカーだ、これ。やばい、やられた。助けて。これ、クローカーでした。クローカー死んでる？いや、生きてる。助かったよ。体力回復はどっかに置いてあるかな？ん？手だ、どこだ？あ、弾がない。ちょっとね、どうしよう、どこにあもうこう。あの、こっち来て、ちょっと一回。あもうどこに置いてあるついてきて、ちょっと。はい。今一番危険で、一番楽なこもり場所と言われるのがここなんですが。あ、じゃあここにアモ置きますか。まあ僕が今一番いる場所に。あれ？はい。あ、オッケーオッケー。アモ買っておく。これ弾があんま相談数少ないな。あ、当たんね。感じで。クローカー超強いんですね。待って、あっちのジャムを直したいな。リロード、シュトガもリロードしとこう。カードないのかな。あ、いて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 、スモークだ。ん、なんかめっちゃ、なんでこんないるんだ。こんなにいたっけ。クローカーの数が半端ない気がする。なんかこの武器、腰ダメの方が当てやすいような。またエラー起きてる。こっちもジャムってるな。あ、縦持ちだ、縦持ち。ショットガンをくらがい。まあもう一人縦持ち。くらえ。強いこれ。ジャム直せるかな、今のうちに。ジャム急げ。あれ、今民間人殺しちゃったか。ジャム早く。あ、死体か。ジャムオッケー。あれ、ちょっと君、何してんのかね。ははははは、これは普通にミスだね。で、今行こう。あ、やべ、スナイパーいる。いけるかな、間に合うかな。普通にダウンしちゃったね。オッケー、ドラゴンはドラゴンか。心強い。あ、こんな感じで、かっこ笑いなフィデイケーキしたですが。よし。ヘイデイね、結構腰ダメが好きかもしれないな。このゲームはね、結構エイムがもっさりしてるんで。腰ダメでもこれ結構頭当たるよ。いて、あれ、素でやられた。敵いる？敵いる。あ、ジャムってんな。助かった。待って、今一人敵登ってかなかった。セーフ。オッケー。ドリル再起動。あれ、どっか別のとこもジャムってないか。下だね。そこ入り口2つあるんで。オッケー、 あとこれ30秒。あ、クローカーじゃなかった。クローカーいくらでも来るもんね、これ。外にいる。あ、やべえやべえ、スナイパー。あぶねえ。こんな感じでね。リロード。あ、クローカーか、あれ。おいし。リロード。あ、弾がないな。消えた。弾補給だ。あ、金庫開いた。あ、金庫だけ、ここ。中に金庫ある。
とりあえず一回そこにドリルつけてこっちまで来て。あれ、なくね、ない金庫ない。え、嘘、あれなんもないぞ。見渡す限り何もないぞ。ここ奥にない、奥にドリル、金庫ない、ないな、ないか、マジか。この下にもないな。注意力不足だとしてもこれはないな。ちょっとアモを補給しに行こう。とりあえずここの金庫が開くまで死守しよう。オッケー。え、何もないってことがあるの？まあランダムだからね、金庫どこにあるか。あ、そっちか。弾を補給。あれ待って、これあれやばいやばい、弾がない、急げ急がんと。やばい、入ってきた入ってきた、まずい。あー、やばい、スナイパースナイパー。ちょっと体力回復しよう。やべえ、弾薬が全然ないぞその辺。リロード使っちゃうか。あれ、リロードできてない。あ、盾がいるな、倒してくるわ。いや、いいぞ、大丈夫、倒した。あ、誰かいた。ショットガン強っ。やべ、たちもち2匹いた。で、そっち行くわ。よし、倒した。こっちのドリルは、うん、どうだ。さ、お金があったぞ。マジで？え、じゃあもうこっち大丈夫かな。よし、あと2分。あ、黒か黒か。ドラゴン頑張れ。やばいやばいやばい、ドラゴン倒れた。助かった。あ、またドラゴンが。はいはい、ちょっと黒か2匹いて。俺そうだよな、これは。いて、やばいやばい。よし、よし、お金を死守だ。お金を集めるぞ。お金を、とりあえずあの DJ ブースの場所に。はい、あと1分だ。というわけで、もうあそこには行かないので、一回回復しちゃいましょう。じゃあ僕も回復しとこう。次に弾も補給しとくかな。あ、弾ないや。よし。でも弾の補給がもうできないか。あ、盾持ちだ、盾持ち。うわ、眩しい。グレード。待って、これやばい。味方殺しちゃったか。いいね、いいね。オッケー。ちょっと、ショットガン大事に使っていこう。ショットガンはね、集団、結構、弾が手に入りづらいからね。さ、DJ になろう。ブンブン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 なんて言わないだろ。オッケー、バンが来たぞ。あっちか。DJ のヒーミックス。ペイデイメインテーマ。ペイデイメインテーマ。できるか？クローカーこの先にだって。プン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 。あ、クローカー。こんな吹っ飛んでくるクローカー。助かった。クローカーはキュートな。クローカー本当強すぎないかこれ。はい、クローカーはね、クローカー本当ね。本当これ。解除するわ、ちょっとここ。ああ。え、
ビビった。待って、こっちのドア解除するね。あ、オッケー。あー、敵め、クローカーか、こ、なんだこれ、めっちゃ来たぞ、一瞬。あ、やばい。ちょっと待って、見えない。あ、いたいたいた。誰か殺してくれ。待って。ちょっと待って、誰か、早く殺して。待って待って待って、ショットガンショットガン。ダウンしちゃう、ダウンしちゃう。ちょっ。テザー誰か殺して。いて待て、やばいやばいやばい、やばい、やばい。やばい。誰かテザー殺せよ、早く。え、なんでテザー生きてんの。やばい、やばい。やばい、武器も出せなくなった。待って、なんでテーザーまだ生きてんの。なんで誰も殺さねえんだ。やばい、これプレイヤーが2人とも死んでる。やばい、助かったよ。弾がない、弾がない、弾がない。待って待って、いやー、あのね、やばいやばい、場所がやばい、これはやばい。誰か俺を復活させて。まずいなこれは。あ、ドラゴンが助けてくれてる。いてえ、ひどいね、このグダグダ感やばい。グダグダだぞこれは。で、もう一回こっち扉解除するよ。ちょっと待って、テーザー武器ないと何もできないんだよな。回復箱こっち置いた方がよくないか。今俺弾薬ないです。弾薬も出せないです。扉開きました。 OK、 もう金詰めちゃおう、金詰めちゃおう。 OKOKOK、 よし OK。 なんか下ったけど、なんとかなんとか、このよし、脱出。いやー、ひどい。これはひどい。そうそうないね、このグダグダ感は。素晴らしい。しかも、ベリーハードだよ。ステルスプレイの方がね、かなり、見栄えが良かっただけに。こいつはひどい。これがね、これが。おまけに5万ドルにも出さない、この、分け前の少なさ。経験値は結構。はい、普通というか。というわけでね、今回はこのナイトクラブにね、ちょっと、ショットガンやらいろいろ銃火器で進めてみました。まあ、かなりクローカーにね、殺されたりしたけど。そう、ちょっとね。でね、次回もまた新たな、まあ、どっか国家、また荒らして、壊して、爆破して、謎にまくりたいと思います。はい。じゃあ今回ここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。